はい、皆さんこんばんは。本日もご参加いただきましてありがとうございます。ご視聴いただいている方、YouTube でご視聴いただいている方もありがとうございます。で、本日は LINE フロントエンドフレームワーク、略してリフのイベント、しかも今日はですね、特別会、になっておりますので、ぜひ皆様、楽しみにしていただければと思います。で、リフに関しましてはですね、LINE ミニアプリ、こちらにも密接に関わる重要なテクノロジーなので、そちらの観点でも皆様ぜひ楽しみにしていただければと。ということで、リフのイベント始まりましたというところになっております。で、今日は特別会であるということを申し上げたんですけども、それどういうことなのかっていうところなんですが、実はですね、ここ最近非常にこのリフの熱いアップデートが続いていたんですね。まあ、それに伴いまして、本日は、なんとこう、中の方、LINE の中の方、リフを担当されているチームの方々に来ていただきましたというスペシャルな会になっております。皆様ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、そのリフのアップデートに関しましては、実はこのイベントページですね、本日のイベントページにも、情報をまとめていたりもしますので、ぜひお時間あるときにもぜひこのあたりも軽く見ていただければというのと、あとは本日のセッションで、リフの担当チームからお話もあるかと思いますので、ぜひ皆様、楽しみにしてくださいませ。で、ちょっと軽くですけど、どういうアップデートがあったのかというところで言いますと、リフのプラグイン機能、リフインスペクター、リフモック、そして、クリエイトリフアップという感じですね。で、結構ここは待望の、まあ、そのリフの開発の、もう一気、なんていうんですかね、一気通貫で欲しかった機能が、まあ、ついに出てきたと。で、こう、すべてが揃いつつあるなっていうような、まあ、そういう熱いアップデートだったんですね。というのもありまして、非常にこう、期待感が今回、あるというところで、本当に最近これリリースされたばっかりなんですけども、すでに本日参加いただいている方ですか、コミュニティの、方々が、すでに記事にも起こされてたりとか、GitHub の、リポジトリにコントリビュートもされていたりとか、いう感じで、大変盛り上がっているような形になっております。これ、ここに記載させていただいているのは、私がたまたま、拝見して、こう、まあ、一部ご記載させていただいているようなものであるんですけども、というところですね。はい。非常に盛り上がってるなって。まあ、今回ゴールデンウィークもあった中で、ゴールデンウィーク、今回は、基本的には皆さんゴールデンウィーク休まれてると思うので、それを差し引くと本当に必要なかったと思うので、その短い枝にもかなり出てるというところですね。コントリビュートも PR、プロリクいただいたのも、そうですし、また、それをマージされる中の方の対応も、めちゃめちゃ早かったんじゃないかなと。というふうに思っております。ですね。で、この後は中の方々に、お話しいただくんですけども、最初に見ていただいたオープニングムービーの、アバターで登場されてた方々ですね。まあ、アバターの中の方々が、まさにお話をいただくというところになっています。で、本日非常に、このイベント大人気になってまして、まあ、100名以上の、まあ、3桁の参加者の方、申し込みがいただいていると。で、コンパスの人気ランキングっていうのがあるんですけども、これ50位以内に、今入っているような状態ですね。で、これまあ、どのぐらいすごいのかっていうところで言いますと、だいたい月にですね、イベント、コンパス上のイベントが開催される数って1000以上あると思うので、まあ1000、
異常中の50位以内に入っているというような、非常に大人気イベントであるというところになっております。はい、皆様、ぜひぜひ、この後楽しみにしていただければと思っております。で、そんな、イベントをですね、本日、開催するのは、LINE のコミュニティグループになっています。いつもコミュニティにご参加いただいている皆様、ご活動いただいている皆様、ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。そして、初めて参加された方々もぜひぜひよろしくお願いいたします。で、そんな皆様と一緒に盛り上げて、盛り上がっていきたいというところで、本日ハッシュタグ、LINEDC、リフ、こちらのハッシュタグで、ぜひツイートの方も、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。皆さんで盛り上げていければな、というふうに思っております。私の方も、早速ちょっとツイートしていきたいと思います。よいしょ。はい、皆様ぜひ、何でもいいですので、リフの担当チームを応援する意味でも、ぜひぜひ、ツイートの方もよろしくお願いいたします。ではですね、皆さんお待ちかねだと思いますので、この後早速、リフの担当チームの方々にバトンタッチをしていきたいと思っております。それでは、皆様、ご登壇いただく皆様、ご準備の方をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、よろしくお願いします。もう、かなり、ハードルを激上げされて。あ、いやいや、すいません。ちょっと、変にハードルを上げてしまったんですけど、ただ大人気のイベントであることは間違いないかなと。そうですね。ありがとうございます。ぜひ、興味持っていただいてよかったです。じゃあ、の方はいただけたかなと思いますので、私の方は画面共有をさせていただきますね。はい。はい、じゃあ、僕の方から画面共有してスタートしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今は何も映ってないですね。はい、何も映ってない。はい。あ、今来ました。はい、ありがとうございます。では、リフのディープダイブということで、始めていきましょう。リフのデベロップメントチームがお送りします。まずはですね、先ほども出てきたアバターを再登場させました。左からですね、読み上げていきます。読み上げられた方は手を振ったりとか、こんにちはとか一言お願いします。じゃあまずは佐藤さんですね。リフのフロントエンドのリードをされてます。よろしくお願いします。で次は上野さんです。リフのフロントエンド開発の方をされてます。よろしくお願いします。で私が岡本拓也です。リフのテクニカルプロダクトマネージャーをしております。よろしくお願いします。で、その右がジェイソンさんですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして池田さんです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここからですね、僕のプレゼンになりますので、皆さん、一旦もうカメラオフにしていただいても大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、また。そのタイミングになりましたらお声掛けしてどんどんバトンタッチしていきます。そうですね、まずは僕のセッションということで、まずは僕の自己紹介の方をします。繰り返しますが、岡本拓也です。デベロッパープロダクトマネジメントチームというところに所属していて、そこの、テクニカルプロダクトマネージャーを担当しております。ウェブ業界にて自宅開発等と企業を転々とした後にですね、 LINE に入社して、もともとはリフですとか LINE ログインといった、デベロッパープロダクトと呼ばれるもののフロントエンドを担当しておりました。で、そのフロントエンドエンジニアから、ですね、数年前、1年前、2年ぐらい前に、テクニカルプロダクトマネージャーとして、異動になり、今、テクニカルプロダクトマネージャーとして従事しております。ビューを好みます。では、今日のプレゼン流れになります。今日集まりいただいた皆さん開発者ということですので、すっと内容が入ってくるようにするためにですね、ただただリストアップした機能を紹介していくのではなくて、少しテーマを持って紹介していきたいなと思っています。さあ、あなたはですね、リフに興味を持ったとある開発者目線で、リフを紹介していきます。はい、ここにいるのがとある開発者 A さんです。
このとある開発者 A さんのストーリーを見ながら、リフを紹介していきたいと思います。 A さんはですね、開発の中で直面する出来事を機能やツールを使って難なく解決していきます。この機能やツールを使って難なく解決っていうふうなのがですね、どういうことかというと、開発者体験が良い状態、我々はあの開発者体験のことをデベロッパーエクスペリメンスで DEX って呼んでるんですけど、 DX だとデジタルトランスフォーメーションと被るんで DEX と呼んでるんですが、それが良い状態になってるわけですね。なのでツールを駆使している開発者 A さんがいます。で、今日はその機能やツールの担当開発者自身がそれら機能を紹介していきます。ものによっては裏話もできたらなと思っています。はい。A さんは何が作りたいのかというふうなのをちょっと文字になりますが紹介します。まあ、過程を作ってお話を進めた方がですね、内容に納得感が出てくると思いますので、まずはその A さんのアプリ要件をざっと紹介します。まあ、正直かなり爪の甘いアプリなんですけども、そこはもう一旦デモアプリだというところで目をつむってください。ですね、A さんはですね、とある同人サークルのメンバーの一人だと想定します。とあるイベントでですね、サークルがブースを出展します。まあ、そのサークル、ファンはいるんですけれども、まだまだサークルの認知度とか知名度が低いというふうな状態です。で、また何をファンが望んでいるのかニーズをつかめていないという課題もあります。まあ、こういった背景のもとですね、A さんはリフアプリを作ることを決めたわけです。それが目的の部分です。リフアプリはですね、もう事前にファンの方に共有しておく前提なんですけれども、そのリフアプリを使ってですね、ファンに LINE を用いてサークルの紹介を行ってほしいという目的があります。まあ、つまりですね、指定した友達にメッセージを送る機能が欲しいなと思っていますね。で、次にリフアプリを使って来場したファンにアンケートに答えてもらって、今後のサークルの運営に役立てたいなという思いもあります。ですので、ブースに設置した QR コードを読み取る機能とかも用意しようとしています。まあ、イメージとしてはですね、来場したファンの方に合わせて、読み取っていただく QR コードとか変えていただければ、ユーザー種別とか特性とかも合わせて取れるわけなので、まあ、ブースで QR コードを読み取っていくというのは要件として入れたかったなというところです。簡単な画面遷移図を紹介しますけれども、左がですね、まずトップページにあります。まあ、トップページにはですね、2つのボタンがありまして、友達へシェアと QR コードリーダー、2つのボタンがあります。友達シェアを押すと、まあ、友達選択に移動して、で、その友達選択した結果、トーク画面、インラインと書いてます。ライン上のトーク画面にメッセージが飛ぶと。で、QR コードリーダーを逆に押した場合はですね、QR コードリーダーが起動しまして、そこから読み取った、QR コードでアンケートページが表示されるという流れです。この赤い線で書いてるエリアが、もう LINE、ごめんなさい、リフアップの、スコープにしています。でですね、A さん、開発者 A さんの、カスタマージャーニーをこちらに書きました。この左から右の流れが本日のプレゼンの流れでもあります。紹介していきます。まずは認知、リフとは。で、ドキュメントを読むところから始まって、手元でリフの機能を試してみることになるでしょう。その後、リフの開発環境を、作りまして、いざ、機能を実装し始めます。そしてその中でデバッグツールを使ってより品質を高めていくことになるでしょう。そして将来のための拡張性を持たせるといった、まあ、エンハンスの考え方も出てくるでしょう。まあ、例えばですね、本日のプレゼンの流れで、このリフの開発環境を作るというパートでは、開発環境を立ち上げる支援ツールの紹介をしますし、デバッグツールを使うのパートでは、デバッグをサポートするツールの紹介をしていこうと思っています。まずは認知のパートです。ここではですね、リフの概要や特徴を説明していきたいと思います。まあ、もちろん、今日来ていただいている皆さんの中にはですね、リフ、とてもご存知の方多くいらっしゃると思いますが、一旦ここは振り返りも兼ねて紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずはリフ。LINE フロントエンドフレームワークを略した形、リフと呼んでいます。LINE 上で動作するウェブアプリケーションを開発するためのプラットフォームですね。ウェブアプリケーションなので、当然 HTML とか CSS とか JavaScript などのウェブのスタンダードの技術で開発することができます。さらにですね、LINE プラットフォーム上の情報とか、LINE アプリと連携した機能をこの JS SDK を通じて扱うことができます。で、このリフなんですけれども、社内ではデベロッパープロダクトと呼んでいます。
図で示している通りですね、リフの最初の利用者はデベロッパーになります。そのデベロッパーが LINE から提供されたリフの機能を用いてサービスを作って、そのサービスを通してエンドユーザーに価値を提供しているという形ですね。つまりですね、デベロッパーに一貫した機能や開発環境、良い DEX 提供すれば、結果的にエンドユーザーにも一貫した UX を提供することができるという流れです。で、リフアプリと LINE ミニアプリの違いをこのテーブルにまとめました。これは LINE API ユースケース。皆さんご存知だと思うんですけども、このサイトから引用した内容です。どちらもリフ SDK を搭載しているんですけれども、LINE ミニアプリは開発するためにはですね、LINE による審査及び認定が必要になります。その審査認定に追加した LINE ミニアプリだけが LINE 上で公開されているため、まあ、ユーザーは安心して LINE ミニアプリを使えるという状態になっています。今国内にはですね、LINE ミニアプリと連携している SaaS 企業が多くいらっしゃいますので、事業によってはその SaaS さえ使えばミニアプリを立ち上げることができるという特徴もあります。その他ですね、認定している、許可しているっていうふうなところからですね、動作環境ですとかサービスメッセージ、利用可否ですとか、機能上の差分とかあったりするんですけども、そこの部分は、今日の時点では割愛させていただきます。で、リフの活用事例をご紹介していきます。サービス提供者によっては大きく LINE ファミリーサービスとサードパーティー開発の2種類に分けられます。LINE ファミリーサービスっていうふうな我々の社内での用語になるとは思うんですけども、LINE が提供しているサービスのことですね。皆さんおなじみの LINE オフィシャルアカウント、一番左ですね。こういったものですとか、LINE ニュースのこの記事のページ、そしてスティッカーショップ自体ですね。もうこういったものも、スティッカーショップっていうか、スタンプショップですね、日本語では。これらも、リフを利用しています。LINE ファミリーサービスの場合ですね、右上のクローズとか、アクションボタンの他にもですね、サービスによっては、この設定とか、お気に入りボタンですかね。お気に入りボタンとか、設定ボタンとかもヘッダーに提供しています。そして次ですね、サードパーティーアプリの事例ですね。3つのサービス紹介させてください。まずはプレイルーム。LINE を利用して離れた友達とリアルタイムで対戦できる無料のパーティーゲームアプリですね。友達が6万人を獲得していると聞いています。次に同じくマルチプレイアプリですけれども、みんなでビンゴができるザビンゴ。オンライン飲み会や忘年会で活躍されているということです。そして子供の塾や習い事の集金でエンペイ。ですね、リフを利用して過去の支払い利益をうまくまとめて、ユーザー向けに利便性を向上されているということで3つ紹介させていただきました。はい、でここからですね、今年リフというプラットフォームの特徴と強みを紹介していきたいと思います。こちら画面に書いている通りですね、大きく6つの特徴がありますので順番に説明していきます。はい、まずですね、開発者の皆さんが設定可能なウィンドウタイプ、これには3つ種類があります。左からフルと、トールと、コンパクトですね。で、トールとコンパクト、これ画面が短い形になるんですけども、同時にですね、画面上部、ここのグレー背景になっているところですね、ここは後ろの状態が見える状態になります。例えばトーク画面上でリフを開いていると、後ろにトーク画面が見えたまま、この画面が開かれます。ただしですね、そのリフを開いている間は、この後ろの画面をインタラクティブ操作することとかも全くできないんで、まあ、あくまでモーダル感がユーザーに印象を与える、モーダル感の印象を与えるために、まあ、トールとコンパクトというものが存在します。で、それらは、ウィンドウはどのように使われているかというふうな紹介させていただきたいんですけども、これは単なる傾向だけで、実際は開発者の皆さんが自由にユースケース設定していただいて大丈夫なんですが、一応傾向としてだけお伝えすると、フルっていうふうなのはですね、ウェブアプリとして完結するユースケースが多いです。まあ、ミニアプリとかもその代表例なんですけども、このフルを使っています。そして OA やトーク画面と連携する前提のアプリ、これらはトールとかコンパクトっていうふうなのを使われるケースが多いかなと思ってます。この後ろ側にトーク画面が出ているので、トーク画面の延長というふうな形でユーザーに印象をつけることができるためです。で、先ほど紹介したフルビュータイプの上に表示させるのに適したモーダルもリフが提供しています。で、これらは僕らはサブウィンドウと呼んでいます。サブウィンドウはですね、モーダルのような見た目で表示されまして、モーダルを実現するために、一般普通のブラウザとかであれば、HTML、CSS とか、
jQuery と使ったあのウェブテクノロジーでモーダル表示するケースって多いと思うんですけども、まあ、そういったものであると、このブラウザーの領域、ブラウザーのウェブコンテンツ領域だけじゃなくて、このウェブの、ごめんなさい、ブラウザーのヘッダー領域ですとか、あのウェブ領域を超えた先の部分、ここの部分はあのモーダルで覆い隠すことができなかったと思います。ウェブのモーダルでは覆い隠すことができない。なので、我々はですね、別途 LINE アプリ自体が生成しているこういったモーダルっていうふうなのを提供しています。これによってですね、エンドユーザーの皆さんがですね、このモーダルを開いているときに、このバツボタン、このバツボタンをですね、ミスタップして、ああ、モーダルだけ閉じたかったのに、リフ自体閉じちゃったっていうふうな、そういったあのフラストレーションたまることが回避できるようになるということですね。ただこれ、現在、LINE サービス、LINE の社内サービスでのみ利用できる社内限定機能になっていますが、今後ですね、パブリック公開する予定もありますので、ぜひお楽しみにください。で次にですね、リフは LINE ログインとも統合しています。厳密には LINE ログインと完全な互換性があるわけではありません。ただですね、外部ブラウザーでも簡単に LINE ログインを実装できるというメリットがあります。複雑な設定なしで認証認可フローを経て、LINE プラットフォームからユーザーのプロフィール情報を安全に取得できるというメリットがあります。はい、ログイン状態になりました。コーディングの話は後のプレゼンで池田さんから説明ありますが、まあ、これくらいシンプルだということだけここで伝えておきます。リフからですね、トーク画面へメッセージを送ることもできます。これ、まあ、一つ画面開いてます。ここからリフを開いて、で、そこの後、メッセージ送信の API をコールすると、ハローワールドというふうな、送られている、この画面の流れですね。このリフを開くとですね、コンテキストと呼ばれる、リフアプリが起動された画面に関する情報を、このリフブラウザー自体にですね、内部的に渡しています。その情報を使って、リフは元いた画面にメッセージを送るというふうな処理が実現されています。ただですね、このコンテキストという、この概念的に小難しいものなんですけども、開発者は実際のところはこのセンドメッセージっていう、この API を一つコールすれば、メッセージ送信することができます。次にですね、あんまり知られていないかもしれないんですけども、リフはクロスブラウザー対応しています。リフ SDK V2 からですね、LINE アプリ以外の環境でも対応できます。多くのリフ API は PC ブラウザと互換性があるので、通常のウェブブラウザでも動作します。またですね、リフは開発者のリフアップ開発をサポートすべく便利機能としてユーティリティも提供しています。LINE のバージョンを取得できたりですとか、OS の種類を判別できたりとかですね。次にリフの独自機能としてシェアタケットピッカーが挙げられます。シェアターゲットピッカーとは、送信先を選んで LINE の友達にメッセージを送信することができる機能です。自分以外の友達にもメッセージを送信することができますので、この機能を利用してユーザーにサービス連携させたり、情報拡散させたり、ソーシャル要素を持たせることができます。そしてですね、もう一つ独自の強力な機能としては、ミニアプリ限定機能とはなるんですけれども、本来エンドユーザーが RIF アプリ利用開始時に表示されているユーザー同意画面、このアプリがあなたのこういった権限、プロフィール情報を取得しようとしてますよとか、あなたの ID を取得しようとしてますよというふうなユーザー同意画面、それ自体をですね、完全にスキップさせる機能というのもあります。発動条件はですね、最小限の権限同意を求める場合に限るなど、いろいろと制限は実際はあるんですけども、そういった制限のことはミニアプリのドキュメントをご覧いただければなと思います。こちらの画像にあるのは、まず LINE のミニアプリを起動したら最初にですね、包括同意って僕らは呼んでたんですけども、このミニアプリに関する権限を、ミニアプリに関する同意を求められるんですね。で、ここで Agree と Allow とかすれば、それ以降はですね、2回目から別のアプリを起動したとしても、同意画面を完全にスキップしてすぐにミニアプリ起動できるという流れになっています。はい。で、今までで5つの特徴のご紹介しましたが、6つ目の特徴がですね、あなたのリフ API を作れるというふうにしています。これがですね、後ほど
佐藤さんのプレゼンでじっくり紹介させていただきたいと思ってます。リフの紹介は以上になります。開発者 A さんはリフについてなんとなく今理解できた状態になります。実際に開発を行うにあたって公式ドキュメントを読んでいくことになります。何はともあれですね、最初、ドキュメントを呼ぶためには、LINE デベロッパーズへアクセスしてください。ドキュメントはログイン不要で見れますので、この画面上のですね、ドキュメントをクリックして、LINE フロントエンドフレームワーク選んでみてください。で、API リファレンスの欄見ますと、3種類リンクが見えているかと思います。で、この V2 が現行バージョンになりますので、基本的にはこちらをご覧いただくことになると思います。でこちら旧バージョン、Riff SDK のバージョン1でもう廃止ステータスになってます。リンクだけはあるという状態なので、あまり使うことはないと思います。そして最後にサーバー API というふうな欄もあります。これはLINE デベロッパー部上で行うような動作を API 経由でできるというふうなサーバー API になります。こちらは実はですね、時々、ちょっと以前ドキュメントの配置が悪かった関係もあって、これは LINE フロントエンドフレームワークは V1 用に見えてたかと思うんですけども、実はこれ V1、V2 どっちも対応しているサーバー API になりますので、はい、ぜひご活用ください。ということで、はい、ここまでで知った。僕の発表の以上です。で、続いて、先ほどの、カスタマージャーニーに乗っ取って、次はジェイソンさんですね。はい、よろしくお願いします。はい、最初は私自分の自己紹介します。私2019年台湾から日本に来ました。そしてその時、LINEに入社しました。今は、共同開発室に所属しているフロントエンドエンジニア、ジェイソンと申します。今は LINE Music のウェブアプリを担当しています。その間、Leaf SDK の開発することもやっています。じゃあ、これから、リフプレイグラウンドを作るの理由は簡単に紹介します。もちろん、リフドキュメンテーションの中に、いろいろな詳しい説明がありますけど、でも、そのリフ API の実際のサード、確認する場所は多分ないの印象が持っていました。そして、もしそういうアプリ、あるなら、それは多分、もっと便利と思います。そして、今年から、新しい、リフプレイグラウンド、そのウェブアプリ、作りました。過去には、リフスタート、スターターは、同じ機能あるんですけど、でも、あれは全てのリフ API が、多分、全部の API 確認することはできないです。多分、ちょっと足りないですから、そして新しいリフプレイグラウンド作ることを考えていました。このリフプレイグラウンドは簡単なウェブアプリです。そのブローザーと LINE アプリ両方で確認できます。今回はReactで作りました。そしてタイプスクリプトのその技術も作っています。そして GitHub 上にオープンソースしました。じゃあその簡単なそのデモします。最初はそのリフプレイグラムアプリ入るのとき、そのログインすることは必要です。
そのログイン終わるの場合は、その本来、ログインの部分は、ログアウトを変わりました。そして、いろいろのリプ API メーサーのそのレスポンスの結果も見えます。例えば、これは一つ API メーサーですよね。もし、他の機能の権限、確認するのことは、これからこの場所もできる。例えば、今はシェアスティック、シェアパーティーピッカーですよね。もし、他のリフメーサー、例えば、スカンコービーツ、そういう権限確認するの場合は、その、ペアミズ、変わることもできます。そして、そのプレイグラウンドアプリの上に、そのツアーバード、ツアーバーは、二つパターンがあります。一つパターンは、GitHub のリンクです。もし、ソースコードを知りたいの場合は、そのレパストリーの中も確認することもできる。そして、もし、モバイルフォン、その、携帯、上に確認するとき、LINE アプリ、確認するしたいの場合は、その緑のバーは、クリックするの、のこともできる、その LINE アプリの中に行きます。はい。大体以上です。はい、私の部分は、はい、終わりました。はい、ありがとうございます。ジェイソンさん、ありがとうございます。次は自分が、発表していきます。まず自己紹介すると、去年の4月に LINE に入社した池田と申します。リフトマン、LINE 漫画の開発に従事しています。で、開発者 A さんは、手元でリフの機能を試してみることに成功したので、まあ、実際、このリフの開発環境を作りに行きたいっていう、ステージに立ちました。でそこで、今回リリースした、Create Riff App という、パッケージを使うことにしました。こちら GitHub 上に OSS として公開しているんですけれども、npx@line-create-riff-app のコマンドを叩くことで、Next.js、Next.js、React View、Svelte、そして TypeScript や JavaScript のバニラプロジェクトが簡単に生成できる、パッケージとなっております。こちら、まあ、先ほど申し上げた通り OSS になっておりますので、興味のある方は実際に、コントリビューションしたりとか、ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、まず、この NPX LINE Create Riff App をちょっと実行してみるんですけれども、NPX LINE。はい。これを実行してみると、プロジェクトネームを入力してくださいというのが出るので、マイアップそのままいきます。で、テンプレートを選ぶ画面に移ります。なので、ここでは自分は、岡本さんとは違ってリアクトを好むので、リアクトを選びます。で、JavaScript か TypeScript かも選べるので、TypeScript。で、こちらなんですけれども、RiffID を入力してくださいということが、記されていると思うんですけれども、まあ、先ほど、見ていた LINE デベロッパーズコンソール上で、実際 RIF のアプリを生成する必要があります。これはドキュメントに詳しく書いてあるので、そちらを参考に生成してもらって RIF ID をここに入力してもらったらいいと思います。今回は普通にこの Riff ID そのまましていきたいと思います。そして、
パッケージマネージャーでそのままインストールしたいかっていう質問があるので、そのままインストールして、で、ヤンか NPM を選べるので、ヤンにします。で、すると、そのまま、プロジェクトをインストールして、それが終わったら、開発が始められる状態になると思います。はい。今、ヤンとして、ヤンデブすると。先ほどリファイDをちょっと適当なやつに設定したので、イニシャライズはフィルしましたが、はい、ちゃんと設定している場合は、はい、これはサクセスすると思うので、はい、フローに従ってもらったら問題ないと思います。で、開発環境を作ることに成功したので、その後は機能を実際に実装するところに入ります。こちら、一番最初のアプリの要件で、その、ブース、同人ブースのシェアと、あと、QR コードのスキャンの要件があったと思うんですけれども、こちらの QR コード、実際自分の携帯などで読み込んでもらえると、このリフディープダイブデモっていうアプリが起動できると思います。で、その実際の、ソースコードも自分のレポジトリ下に、公開しておりますので、その実装が、詳しい実装が見たい方はぜひご覧になってください。で、実際に、このデモアプリ起動してもらったら、このLINE で友達にシェアと QR スキャンしてアンケートに回答というボタンがあるんですけれども、こちら、リフシェアターゲットピッカーとリフスキャンコード V2 という API になっております。一番最初に説明させていただいた通り、シェアターゲットピッカーは、友達を選んで、その人たちに、メッセージング API のそのメッセージテンプレートを使って、そのまま、LINE のチャットルーム上に、送れるという、めちゃ便利な機能です。そして、このリフスキャンコード V2 は、そのサブウィンドウの紹介があったと思うんですけれども、サブウィンドウを通して、このスキャンしたそのスキャンした QR コードのバリューを、取得できるという API になっております。で、これらの機能を使うためには、まず、リフでイニシャライズ、初期化をする、行う必要があって、これはこのように簡単に実装できます。まず、イニシャライズ、リフ ID を入力して、イニシャライズして、そして、ログインまでしておく必要があるので、ログインしてない状態だったら、リフログインというメソッドを実行して、そのまま、初期化を完了します。で、その後、リフシェアターゲットピッカーっていうメソッドを、このように実装できます。is API available というメソッドで、シェアターゲットピッカーがちゃんと使える状態、そのアプリに権限があるかどうかを確認した後に、このシェアターゲットピッカーの中に、そのメッセージング API のこの形、これはテキストでも画像でもスタンプでもいろいろ送れるんですけれども、今回はテキストを送ってる実装になっております。で、こちらで、シャターゲットピッカーの実装が完了します。スキャンコード V2 はさらに簡単ですね。こちらプロミスで、そのスキャンコードの、結果を受け取ることができるので、リザルトとバリューのところを参照すると、読み取った QR コードの、バリューが取得できるようになります。詳しい API は、この API レファランスにすごい詳しく書いておりますので、ぜひ、実装に困ったら参考にしてもらったら嬉しいです。はい。以上で自分のパートは終わりになります。はい、
じゃあ次は僕が発表します。はい、最初に自己紹介をさせてください。上野浩平と申します。2019年の11月に、LINE 株式会社に新卒で入社して、それ以降は、LINE バイトのフロントエンド開発と、SD、リフ SDK の開発に従事してます。はい、今までで、リフの、開発環境を作って、機能の実装までが、の一連の流れができたので、ここからは、まあ、機能を実装して、まあ、それに対して単体テストを行ったりだとか、あとはまあ実際に、リフアプリを動かしてみて、それのデバッグを行うみたいな部分の説明をしていきたいと思います。はい。まあ、皆さんの中で単体テストを書いたことがある人は、まあ、いると思うんですけど、まあ、例えばこのような関数のテストを書きたいという、ケースを考えてみたいと思います。この関数は見ての通り、まあ、処理の途中で Riff API を呼び出しています。Riff の Get Profile という API を呼び出していて、まあ、そのプロフィール情報を何かしら処理して、何かしら値を返すという関数になってはいるんですけど、このように Riff に依存した関数になっています。でそれに対して、マジェストだったりだとか、まあ、何でも、テストランナーは何でもいいんですけど、それに対して、例えばこのように関数を呼び出して、その結果が期待する値と等しくなっているということをテストしたいということを考えます。で、これを純粋にそのままテストランナーを走らせてテストを実行すると、まあ、おそらくリファ ID が見つかりませんだとか、ログインを最初にしなければなりませんみたいなエラーが出てテストを行うことができないと思います。どういうことかというと、リフに依存した関数のテストを行うときは、リフ API がネットワーク越しに様々な情報を取得しに行くので、ネットワークにアクセスできる環境が必要になったりだとか、あと、まあ、仮にネットワークアクセスができたとしても、API の呼び出し、API の戻り位置が実際の値なので固定値になっていたりだとか、異常系をテストしたいんだけど、その API の戻り値を変更することができないという問題点があったり、まあ、今の Get プロフィールのように、事前に Riff Init だったりだとか、Riff ログインという API を呼び出しておく必要がある、といった様々な前提条件だったりだとか、環境要請があります。まあ、これらすべてはですね、単体テストを不安定にさせる要素、不安定というか、もはや、不可能にする要素です。まあ、そんな時にですね、Riff の API 呼び出しをモックできると何が嬉しいかというと、API 呼び出しをモックしているので、ネットワークアクセスを実際に行う必要がなくなったりだとか、API 呼び出しをモックしているので、レスポンスの値を自由に変更することができたりだとか、他の API に依存しないので独立して、その単体の API を呼び出すことができるようになります。まあ、これらを満たせれば、ようやく単体テスト、Riff に依存した関数の単体テストを実施することができるようになります。で、それを可能にするのが、今回我々が公開した Riff Mock という Riff プラグインです。まあ、使い方は簡単で、まあ、NPM で Riff Mock をインストールしていただいて、Riff Init の直前に Riff.use API を使って、Riff Mock プラグインを有効化してください。そして、まあ、Mock を有効にしたい場合、つまりテストを走らせたいときなどは、Init のときに、Mock のオプションを True にするということで、これ以降の Riff API 呼び出しは全て Mock されるということになります。ちょっと簡単に実際のコードでデモをしていきたいと思うんですけど、今回は先ほど池田さんが紹介していた、Riff アプリの実際の関数を単体テストしてみたいと思います。このように、まあ、このシアンメッセージっていう、関数をテストしようとしたときに、まずこれは何を知るかというと、
シェアターゲットピッカーという API が、まあ、有効かどうかを調べて、まあ、このシェアターゲットピッカーが有効でない場合は、シェアターゲットピッカー API は使いませんというエラーを返す挙動になっていて、この API が利用できる場合は、実際に API を呼び出して、そのレスポンスをただ返すといった関数になっています。これをですね、愚直に、これに対して単体テストを書いてみると、まず最初に、シェアターゲットピッカー API が利用できないときに、ちゃんと正しいエラーを返すということを確認するテストが、このようになります。実際にシェアメッセージを呼び出して、このエラーメッセージをスローしているということを確認しています。で、もう一つは、シェアターゲットピッカー API が利用できると場合は、正しく、それのレスポンスを返却しているかどうか。今回の場合は正常形なので、ステータスサクセスというオブジェクトをちゃんと返却しているかどうかをテストしています。一旦、リフモックとかを使わずに、純粋にそのままの状態でテストを走らせてみたいと思います。この場合はですね、実際に、まあ、実際にリフイニットを呼び出していなかったりだとか、リフログインを呼んでいないので、まあ、リファイリが必要ですとか、そういったエラーを Java リフ SDK が投げています。その結果、どちらのテストも失敗してしまっています。そしたら、その今回は、if mock を使って、それぞれの API 呼び出しをモックしていきたいと思います。先ほど説明したように、if mock プラグインを読み込んで、事前に、mock オプションを有効にして、if init を呼び出します。この場合は、RefID は、何でもいい。というのも、RefInit は mock されているので、RefID は文字列であれば何でもよくなります。それでは実行してみたいと思います。はい、今回は1つ目のテストは成功して、2つ目のテストは失敗しています。2つ目のテストが失敗した理由は、シェアターゲットピッカー、すみません、is API available の API が、false を返しているから、いるため、こっちの処理が実行されているため、ですね。なので、一つ目は、ここがしっかりと実行されているので、テストは成功してるんですけど、二つ目は失敗しています。ここで、まあ、is API available は mock されているので、その、API の戻り値を自由に変更することができます。今回はここを true にすることで、実際にここの if 文が true になって、この中身の処理が実行されるように変更します。でさらに、シェアターゲットピッカーのレスポンスも、このような形を返すようにモックしてあげます。こうすることで、晴れて2つともテストが無事成功する。つまり、まあ、正しく API が有効でないであれば、ないのであればエラーを返すし、有効であれば API のレスポンスを返しているということが、このようにテストで確認することができました。はい、これが if mock の、ユースケースになります。はい、戻って、次はデバッグについてですが、ちょっと複雑な図なんですけど、iPhone であったり、Android だったりで動いているリフアプリケーションのコンソールログだったり、ネットワークログだったり、DOM 情報だったりをデバッグすることは現状、不可能になっています。PC のブラウザであれば、Chrome Dev ツールを開くことで、これらの情報を見ることはできるんですけど、リフブラウザはそのようなツールがないので、これらデバッグ情報を見ることができません。で、そこで我々が
リフインスペクターといったものを開発しました。リフインスペクターは簡単に言ってしまえば、リフブラウザ用のデバッグツール、デブツールになります。利用方法は先ほどのリフモックと一緒で、このようにプラグインをパッケージをインストールしていただいて、リフユニットの前にそのプラグインをリフ .use で有効化します。はい。リフインスペクターがどのように動いているかを、非常に簡単な図で説明すると、今ここに iPhone でやったり Android だったりで動いているリフアプリケーションがあって、まあ、このリフアプリケーションが、出すデバッグ情報をまあ、あなたの僕のリフのパソコン、ローカル PC にネットワーク越しに送信します。で、その受け取ったデバッグ情報をまたさらに PC 上の Chrome Dev ツールに表示することによって、端末で動いているリフアプリのデバッグ情報を自分の PC で確認することが可能になります。これも同様にデモで、見ていきたいと思います。もうすでにさっきのアプリケーションにはリフインスペクターがインストールされているので、まずはローカルでリフインスペクター用のサーバーを実行します。すると、このアドレスでサーバーが実行されます。ただここで注意していただきたいのは、リフアプリケーションはHTTPS で動いているため、こちらの自分の PC のローカルサーバーも HTTPS にする必要があります。でないと、ミックスドコンテンツということで、ブラウザが通信をブロックしてしまいます。まあなので、いろいろとこの、HTTP で立っているサーバーを HTTPS 化する方法はいろいろとあるんですが、今回は NGLOCK という、ツールを使って、HTTPS 化をしていきたいと思います。ここで HTTPS の URL が発行されたので、これをコピーして、であとは、今自分の PC のローカルで立てたサーバーをリフアプリケーションに知らせる必要があるので、一つの方法として、エンドポイント URL にこの li.origin というクエリをつけます。そこには先ほど NGLOCK で立てたサーバーの URL を貼り付けて更新します。ここで実際にスマホでリフアプリを立ち上げると、ちょっと見づらいと思うんですけど、立ち上げると、この画面に Dev ツールの URL が表示されます。なので、この Dev ツールを Google Chrome で表示すると、このように、実際に、今こちらの、すごい見にくくて申し訳ないんですけど、iPhone で動いているリフアプリのデバッグ情報であったりだとか、DOM 情報が取得できています。ちょっと見づらいですけど、このように、実際にオーバーレイが表示されたりだとか、あとはじゃあこの友達にシェアという API を呼び出してみたいと思います。はい、このようにですね、実際にコンソールログが表示されて、あとはネットワークのログもこのように、はい、表示されています。このように通常のPC での、Web フロントの開発と同じツールを使って、リフブラウザに対しても、デバッグを行うことが可能になりました。はい、これがリフインスペクターの紹介になります。はい、僕からは、パンダイテストとデバッグについて紹介しました。はい、引き続き、佐藤さんお願いします。はい。じゃあ、発表させていただきます。まず自己紹介させていただきます。佐藤慎吾と申します。
はい、リフチームで SDK の開発を担当しています。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、今までそのリフのアプリの開発とかデバッグとか、機能の紹介とかを、してもらってたと思うんですけど、ここからはその将来のために拡張を持たせるということで、まあ、プラグインの機能の、紹介をしていきたいと思います。はい、リフプラグインはですね、まあ、リフ SDK の機能を拡張できる機能になっています。プラグインの機能、リフプラグインを使うと、SDK に独自の API を追加したり、API の挙動を変更したりすることができます。プラグインの実態は特定のプロパティやメソッドを持っているオブジェクトか、あるいはクラスのインスタンスになります。まず最初に、SDK の内部のアーキテクチャについて、簡単に説明させていただきたいと思います。リフ SDK の機能開発の時とか、公開 API を実装するときには、僕ら自身で設計、実装したアーキテクチャを用いて開発しています。僕らはこれを RIF モジュールアーキテクチャと呼んでいます。RIF モジュールを定義するためのインターフェースが用意されていて、これはご覧のような SDK の API となるメソッド及びネームスペースを定義するためのものになっています。各モジュールはこのインターフェースを実装したクラスかオブジェクトになっていて、ご覧のように各モジュールをコアに適用するためのインターフェース自体も RIF モジュールを、RIF モジュールインターフェースを実装していることになっています。今回紹介する RIF パラグインのためのインターフェースは、このモジュールを適用するための仕組みを公開したものです。はい。次に RIF パラグインでできることを、紹介したいと思います。大きく3つです。一つ目が SDK オブジェクトに独自のネームスペースを追加することができます。二つ目が SDK の API、リフイニットとか、先ほど出てたシェアターゲットピッカーとかですね、に対してコールバック関数を登録することができます。で最後がプラグイン、自身で書いたプラグインでも、その独自のコールバックイベントを作成して、それに対してコールバック関数を、登録できるようになるという機能が3つ目です。はい。で、ここからは実際のコードなんですけど、API はとてもシンプルです。RIFUse というメソッドが用意されているので、第一引数にプラグインを、指定して、第二引数にオプションを取れるので、オプションを渡す感じです。シンプルな API、インターフェースになっています。でじゃあ最初の一つ目の機能をどのように、書いていけばいいか簡単な例を紹介するんですけども、RIF プラグインはネームというプロパティと、インストールというメソッドを必ず定義する必要があります。これマウスカーソル見えてるのかな、ネームとインストールメソッドですね。で、インストールメソッドを、インストールメソッドが返す値が、ごめんなさい。ネームプロパティで定義した、文字列が、RIF 配下に、プレフィックスとしてダラーマークがついて、その名前で、ネームスペースが追加されることになります。で、その値が何が入るかというと、インストールメソッドで返された、値が入ります。この例だと、ハローメソッドを持つオブジェクトが返されているので、まあ、このプラグイン、こういうふうに RIFUse で適用したプラグインを、プラグインを適用すると、グリーとハローメソッドというのを実行できるようになります。はい。はい。で次に、SDK の API のコールバック関数の登録方法をご紹介します。インストールメソッドの第一引数に、FUX という名前のオブジェクトを値に持った RIF プラグインコンテキストと呼ばれる、値が渡ってきます。このフックスオブジェクトを介して SDK の各 API 実行時にフックできるコールバック関数を登録できます。まあ、この例で言うと、フックスイニットという名前、これ API の名前に準じてるんですけど、イニットで before と、あと after という、関数に、実行させたい関数を渡せば、イニットメソッドを実行したときに、この
before は、ニットメソッド実行直後。で、after メソッド、after が、ifinit 終了直前に呼ばれる、コールバック関数を登録することができます。また登録できる関数は、あと SDK のその API によって、決まってて、非同期関数及び、同期関数のみを登録できるかどうかが決まってます。init の before、after に関しては、非同期関数を取ることができます。はい、ちなみに現状だとまだ、各 SDK の API のコールバックとご紹介したんですけど、まだ init、if init のみに対する、コールバックの関数しかサポートしていません。今後拡大予定ではあります。はい。で、3つ目の、プラグイン独自のコールバックイベントの作成についてご紹介します。ここではグリートプラグインというさっきの、プラグインをちょっとクラス形式で書いたものなんですけど、プラグインのプロパティにフックスという名前でオブジェクトを定義します。はい、その中に任意のキー名でイベントを定義していきます。で、このキー名でコールバック関数を受け付けるようにすることができます。で、この上で、@lif フックスという NPM モジュールをインポートしていると思うんですけども、このシンクフックとアシンクフックというクラスをのインスタンスを、渡してあげます。そうすると、同期関数か非同期関数を登録できるフックを作成することができます。で、登録されたコールバック関数を実行したい任意の位置で、自身のフックスオブジェクトから、その実行したいイベントのキー名にコールというメソッドが入っているので、それを実行すると、登録された、コールバック関数が、全部実行されることになります。まあ、この例で言うと、ハローメソッドの、まあ、終了、実行直後と終了直前に呼んでますね。はい。はい。まあ、その今のグリッドプラグインを、適用まずして、で、その次に、そのグリッドプラグインに対するフックを登録できる、まあ、プラグインを適用する例なんですけども、この第一引数に、インストールの第一引数にフックスというオブジェクトが渡ってくるので、でプラグインの名前、ダラグリートという、ネームスペースが入っているので、そこに対する、さっき定義したハロービフォーとハローアフター、フックに対して関数を登録できます。で、グリートハローメソッドを実行すると、このような、コンソールにログが表示されるはずです。はい。あとは、細かい、オプションなどをご紹介させていただくんですけども、先ほど紹介したそのインストールメソッドで、取れる引数を紹介したいんですけども、リフユーズメソッドは第二引数を渡すことができて、ここですね。これをプラグインのインストールメソッドの第二引数として受け取ることができます。なので、プラグイン自身の書いたプラグインを、まあ、プラグインユーザーに対して、こう、プラグインの挙動をカスタマイズできる口を提供することができたりします。はい。また先ほど、紹介したそのインストールメソッドの第一引数のリフプラグインコンテキストなんですけども、フックスの他にリフオブジェクト自体が参照できるようになっているので、ここでも if の各 API を参照及び実行することができるようになっています。はい。で、先ほどの池田さんが作成していただいてた、ディープダイブデモ用のプラグ、if アプリを、こう、プラグイン化する例がこちらになるんですけども、まず、ネームプロパティに、まあ、ディープダイブ2の名前を入れた後に、インストールメソッドが定義されていて、これは、リフイニットメソッド、リフの SDK の API に対するイニットメソッドのアフターフックに対して、フックを登録していますね。this.initafter っていう、メソッドを登録していて、ここで何をやってるかというと、ログイン処理をしています。なので、イニットメソッドを呼ぶと、
まあ、自動で diff.login メソッドが実行されて、ログイン処理が走るということになります。で、インストールメソッドで返してる値が、まあ、シェアメッセージ、まあ、メッセージを、送信するメソッドと、あとは先ほど紹介してた QR コードを実行、読み込んで、その値を取るというメソッド、if API、if の API を実行する処理を、まとめたものをオブジェクトとして、返してます。はい。これを、実行、適用すると、まあ、リフログインがイニットの後に呼ばれて、先ほど定義したシェアメッセージズとリード QR コードというメソッドが、使えるようになります。はい。ということで、僕からは以上です。ありがとうございました。で、岡本さんですかね。はい、じゃあまた僕のパートに戻ります。お願いします。はい。じゃあ最後にですね、あ、やばい。ちょっと画面一回切ります。はい、最後にですね、アウトロとして、今まで紹介したツールや機能を駆使した A さんでしたが、まあ、その皆さん、A さんがその後どうなったか気になりますよね。ここからはですね、アウトロとしてその後を簡単に紹介します。軽く聞いておいてください。まずは、その前にですね、ここまでの話をカスタマージャーニーを見ながらざっくりと振り返るとこのようになります。はい。左からですね、認知としては、リフは6つの特徴を持っているんだなということ。認知した上でドキュメントを読みました。そして、リフの機能を試してみるためにプレイグラウンドを使いまして、開発環境を作るためにはクリエイトリフアップを使いました。そして、機能を実装するコード例。共有ありました。シェアターゲットピッカーと、QR コードリーダーのスキャンコード V2 使われました。そしてリフモックとリフインスペクターはデバッグツールを使うというふうなパートで使いました。そして将来のために拡張性を持たせる意味でリフプラグインというふうなのを使った A さんですね。さあ A さん、リフについて学んでツールを駆使し理想通りのものを仕上げたことになります。このような図からアプリができたわけですね。素早いリリースを行うことができて、期待通りの結果を得た A さん。ファンたちから期待通りのリアクションを得ることができて、喜ぶ A さんがこちらです。はい。これからもリフにご期待くださいと。これが最後のスライドになります。ここまでですね、A さんのストーリーを追いかけてきましたが、ここからは、開発者皆さんのストーリーになります。私のストーリーは全くこんなカスタマージャーニーと異なるんだ。こんなストーリーもあると。そういった様々な意見、この後でですね、質疑応答や交流の中で教えていただければ大変我々も参考になりますし、新たな開発体験改善の、DEX 改善のネタ、種になりますので、ぜひいろいろ教えていただければ嬉しいなと思っております。はい、以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。